打ち上げパイオニア11号は、アメリカ航空宇宙局の惑星探査機。パイオニア計画の一環であり、パイオニア10号の姉妹機である。世界で2番目の木星探査機で、初の土星探査機である。パイオニア11号は、1973年4月6日に、ケープカナベラル空軍基地第36発射施設より、打ち上げられた。 1974年12月4日には木星に再接近し3万4 0 0 0トルまで近づいた。その後、木星重力を利用したスイングバイを行い土星へ向かった。1979年9月1日に土星へ2万1 0 0 0トルまで接近し E 艦、F 艦及び G 艦を発見している。これらの成果は続く、ボイジャー計画にとって、 大きな参考となった。なお、探査機は、電力の低下から1995年末に、太陽から44.7天文単位の位置で、運用が停止された。その時の速度はおよそ 2.5au、年であった。その速度を維持しているなら2009年には、太陽から約 79au の距離にあるということになる。2010年4月現在では、 太陽から約 80.66au の位置にあると推定されている。探査機に取り付けられた金属板探査機本体はパイオニア1号とほぼ同等であり、六角形の形状をしている。直径2.4メートルの大型パラボラアンテナを有しており、本体から伸びた3本のブームの先にはプルトニウム238を利用した原子力電池2機と磁力計が取り付けられている。 観測機器としては、磁力計のほか、赤外線放射計測器、紫外線計測器、放射線計測器、カメラなどである。また、姿勢制御用の小型ロケットとカノープス感知器、太陽感知器が装備されている。このほか、地球外生命へ向けたメッセージとして、人類や太陽系を描いた金属板が取り付けられている。ありがとうございます。